Hello students! 王林進学塾川越校オーナーの辻中です。どうも代表の新宮です。今回のテーマは2021年度全国難関大合格率ランキングです。難関大っていうのは今回どこを想定していきますか？東大、京大、国立医学部、この3つですね。東大が一番難しいんじゃないのって言われそうですけど、実際は御三家などの有名な進学校だと東大の理1理2と国立医学部は、難易度としては大体同じぐらいって言われやすいです。少しだけちょっと補足しますと、東大は各分野に対する深い理解が必要だったりするところが国立医学部に比べて難しいかなって思うんですけれども、一方で国立医学部は全科目どの分野もまんべんなく穴なく解けるようにしないといけないということが東大に比べて難しいんですよね。なるほど。ですので東大の方が国立医学部よりも合格するのは難しいよっていう人がいる一方で、国立医学部の方が東大よりも受かるのは難しいっていう人がいるっていうのも事実ですね。京大はどうなんですか？個人的には正直東大の方がちょっとだけ難しいかなっていう気もしますけども、やっぱり難易度としては同じぐらい、そもそも英語書士っても東大はすごい量のものをもうスピーディーにテキパキテキパキ処理するっていう能力が問われたりとかしますけど、京大は抽象度が高い文章っていうのをじっくり深く理解するっていう能力が問われてたりとかするんで、そもそも求められてる能力が違うから簡単に比べることはちょっとできないかなっていうところですね。とはいえ合格の難易度っていうところで言うと多少の違いはあると言っても大体同じぐらい難しいよっていうことですね。そうですね。あと、関東だと東大を目指す生徒が多いっていう進学校、これが多いんですけど、関西だと京大志望メインの進学校がやっぱ多くなってきますし、あと東海地方とか九州地方とかだと東大とか京大よりも国立医学部狙うよっていう人が多かったりとかするんですよね。難関大合格率ランキングっていうのを出すんだったら東大京大国立医学部でまとめるのが適切ですね。そうですね。国立だと人数被らないですもんね。そうですね。ちなみに今回の計算方法は東大京大国立医学部に、現役浪人合わせて合格した人数の合計を1学年の人数で割ったパーセント、これを出したものとなります。もちろん東大さんとか京大医学部に合格した人をダブルカウントしないように配慮しています、じゃあいきますよ。はい。1位灘 70.8%、 2位筑波大附属駒場 69.4%70% ですか？そうですね。10人中7人ぐらいは東大か京大か国立医学部に行くってことですよね。大事件ですね。やばいですね。やっぱ灘と筑駒は次元が違いますねって思うじゃないですか。実は3位東大寺学園 65.8%、 4位紅葉 64.2%、 5位久留米施設 63.2%。 全然灘つくもそんな変わんないですね。これは衝撃ですね。そうなんですよね。このくくりだとあんまり変わんないんですよ。僕も今回計算しててびっくりこれしたんですよね、客観的なデータを取ると、こういう真実が見えてくるから、面白いですよね、確かに。そういうことで今5位の久留米施設、あんまりここら辺の聞かない学校かなと思うんですけど、どんな感じの学校なんですかね？僕福岡出身で、福岡の有名な進学校なんですよ。でも関東だったら開成麻布っていうのが、有名な進学校で名前が出てきやすいじゃないですか、で九州だとそれと同じぐらい有名な感じでラサール久留米施設っていう名前が出てくるんですよ、ね、なるほど。もともと久留米施設っていうのはラサールのライバルで、久留米施設の方がラサールもちょっと下かだったかなっていう感じだったんですよ、15年ぐらい前までは。でもその15年ぐらい前に男子校だったのを共学に変えたりとか、ラサールでやってる修正書っていうのを導入したりだとかして、もうここ10年ぐらいでぐん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 実績が伸びてる、今注目の学校なんですよ。じゃあそれこそぜひ今度久留米施設のゲストの方お呼びしたいですね。そうですね。続きいきますね。6位、西大和 55.3%、 7位ラサール 52.9%、 8位桜蔭 52.8%、 同率8位で大阪聖光学院 52.8%。 もう大阪聖光学院も関東ではあんまり聞かないですけどね。結構気になりますね。そうですね。ちなみになんですけど、この西大和っていう今じゃ有名な進学校ですけど、ここの学校は昔学校の先生がカリキュラムを作るためにラサール一冊に行ってラサールのカリキュラムを取り入れたりとか、進学実績を上げるために積極的にカリキュラムを改良していったっていう素晴らしい学校なんですよね。もはやだって今ラサール越しちゃってますもんね、順位に。でも西大和って京大医学部の人間健康科学科、保険みたいなところですよね。そうですよね。っていうのを簡単に受かる学校を結構生徒さんにたくさん受けさせて京大の合格者を増やしてるんじゃないかっていう風の噂を聞いたことがありますけど、その噂僕もよく聞くんですけど、はい、これ完全なデマです、ね、デマ。ちなみに今年は京大学部、その保健学科みたいな人間健康科学科っていうところに向かってるのは合格者1人だけなんですよ。じゃあ客観的な数字っていうのはすごい真実を伝えてくれますね。そうなんですよね。でやっと改正出てくるんですよ。10位改正 49.5%、 11位落成 47.1%、 12位聖光学院 45.7%、 13位北野 45.2%。 北野ってあれですよね、大阪の公立の学校ですよね。公立で 45% ってやばいですね。改正が10位ってちょっと意外ですね。49.5% っていうのも十分すごいんですけどね、入学難易度考えるともうちょっと欲しいかなっていうところはあります、では次は 30% 台、こちらを発表します、10人に 3,4 人が東大京大か医学部、国立医学部ってことですね。14位駒場東邦 39.7%、15位白陵 39.2%、16位麻布 37.9%、17位栄光学園 36.4%、18位洛南 35.7%、19位東海 34.1%、20位北陵 33.6%、21位武蔵 33.5%、22位公立ですね、日比谷 32.4%、23位愛工 31.7%、24位これ愛知県の旭川からですね 31.6%、25位渋幕 30.0%。 思ってたより御三家ってあれですね、上位じゃないんですね。そうなんですよね。そうか、男子校は御三家開成麻布武蔵揃えましたけど、女子校今多いんだけ。そうなんですよね。ちなみに御三家のもう一つの女子学院、ここが 20.1% で46位です。豊島は御三家じゃないですけど、これ面白いのが、豊島が丘は 20.3% で、僅差ではあるんですけど、女子学院とあんまり変わらないっていうところまで実績伸ばしてるんですよね。で、あと女子御三家の残りの一つの双葉、これが77位で 13.3% です。なるほど。御三家上位じゃないっていうのだけでも意外ですけど、77位でも 10% 以上の差があるんですね。そっちの方が驚きそう。そうなんですよね。で、私立だと 20% 以上が34校、10% 以上が53校もあるんですよ。で、ちなみに関西でめちゃくちゃ有名な神戸女学院とか、明らかに 20% 以上受かってると思うんですけど、進学実績は非公開だったりとかするんですよね。なんでここの数字に入ってないんですよ。なるほど。両方非公開のところも含めるともっと多いと思うんですよね、この学校の数は。国公立だと 20% 以上が12校、なんですけど、10% 以上になると52校もあります。おー、めっちゃたくさんあるじゃないですか。5% とかいかない学校はもはやちょっと難関大進学校とはちょっと言いづらいですね。そうなんですよね。学校にもよりますけど、受験自体は結構難しい、中学高校だったりとかそういうところ多いじゃないですか。それこそ改正とか本当は受かりそうだったけど、滑り止めでそこになっちゃったりとかっていうレベルっていう学校とかも多いじゃないですか。優秀な生徒さんが入っているのにもかかわらず実績があんま出してないってことなんですね。そうなんですよね。補足して言うと、学校の優等にしても難関大に受かる可能性が低いですよっていう数字なんですよ。トップで走ってる人はいいかもしれないですけど、学校と合ってないよっていう人はもともとその子は優秀なはずなんで、外部の塾とかで行った方が絶対に難関大に受かる確率は高くなるってことっていうふうにも言えますね。なんでそういう学校にいる人は、正直僕は塾とかそういう外部のものに頼った方がいいかなっていうふうに思います、逆に言うと 40% とか超えてる学校に関しては、そこ行ってる人は学校の先生とか先輩のアドバイスをしっかり聞いた方がいいってことですね。逆にもうそこはあんまり反発しない方が賢いって感じですね。素直にいろんな意見取り入れた方がいいってことですね、まとめると今回の話で大事なことって何でしょうか。ポイント2つだと思うんですよね、で1つ目は中学受験をするご家庭のご両親に伝えたいって思ってるんですけど、難関大に、お子さん行かせたいとか、子ども自身が行きたいと思うんであれば、難関大合格率が高い学校に行った方が有利ですよね。でもそのランキングって今挙げたように結構イメージとかけ離れたりはしてるんですよ、なのでしっかり数字を見て進学する学校を選んだ方がいいですね、で2つ目はこちらは合格率が 10% 未満の進学校に通っているような子どもに伝えたいものなんですよ。今挙げたみたいに世の中には難関大合格率が 10% 以上の学校が実は100校以上もあります。20% 以上でも40個以上あるんですよ、うん、で中学受験とか高校受験で難関っていうところに受かった人は本来はこう努力とか工夫とかさえすれば東大京大国立学部に合格するのは実はそこまで難しいことじゃないんですよね。ただ今の学校だとそれがあんまり実現できてないです。今の学校でそのトップ層は多分受かると思うんですけど、トップじゃない限り学校の先生はいくらいいことを言ったところで言う通りにしてても逆にこう成功する確率は低いっていうデータになってるんですよね、うん、でもそういうこと絶対優秀なはずなんで、そういう子は難関大に行きたかったら外部のものを利用した方が難関大に行かれる確率っていうのは高まるでしょう、うん、ということですね。なるほど、まあ、先入観思い込みとかじゃなくてしっかりそうデータ数字を参考にして行ってもらえたらっていうふうに思います。ドン。